はいどうも、マイナシトです。今回ですね、タイゴルの知人の言い訳集を7個考えてきました。およそかかった時間は10分。ということで、これからタイゴの達人の言い訳集7個発表していくんですが、すぐね、この動画を見てる方はすぐ見たいっていう方が多いと思うんですよ。なので僕が、だらだら別のトークを喋ってもしょうがないので、別のトークを喋っていきたいと思います。2日前に焼肉を食べて、その食べた2日前にも焼肉を食べたので、食生活気をつけたいと思います。では行きましょう。その1、どんどこどんどんどんかかかどんどこどんどんどんかかかどんどこ、ノルマクリア失敗。このゲームクソゲーじゃね。いるいる、こういう人。自分ができないからってクソゲー呼ばわり。ちなみに僕も言ったことがあります。ちなみに丁寧に言うと、排泄物音楽ゲームです。その2、どんどこどんどんどんかかかどんどこどんどんどんかかかどん、ノルマクリア失敗。俺の叩く速さが速かったようだな。ポジティブに考えてるというか、多分脳内では追いついてるんだと思います。その3、どんどこどんどんどんかかかどんどこどんどんどんかかかどん、ノルマクリア失敗。譜面が俺を避けたらと。そんなことはないです。太鼓っていうのは判定枠があり、一定の場所しか流れてきません。避けるってことはありません。その4、どんどこどんどんどんかかかどんどこどんどんどんかかかどん、ノルマクリア失敗。あ、ちょっとさ、俺の母ちゃんが体調悪くてちょっと帰るわ。仮病か、学校でしか使えないよ。その後、どんどこどんどんどんかかかどんどこどんどんどんかかか、ノルマクリア失敗。いて、腕折れた。この言い訳をすることによって病院へ連れて行かれます。その6、どんどこどんどんどんかかかどんどこどんどんどんかかか、ノルマクリア失敗。あ、俺喧嘩なら強いし、マンジ。こちらはヤンキーあるあるです。喧嘩が強くても太鼓はうまくなりません。その7、どんどこどんどんどんかかかどんどこどんどんどんかかか、ノルマクリア失敗。うわあ、はい、ということで、いかがだったでしょうか。太鼓の達人言い訳集7、これは僕が10分ぐらいで考えたネタなので真似しないでください。ありがとうございました。